はい、おはようございます。今日はちょっとタイトルを言う前にね、まあ、サムネイルで撮るかもしれんけど、ちょっとお友達を呼んでますので、特別ゲストを紹介したいと思います。どうぞ。おはようございます。出ちゃいました。ちょっとノーカットだね。もうちょっと、はい、あ、なんかパソコンが、はいはい、今日はじゃあ器用なやつと不器用なやつで、はい、どっちが成功する、はい、っていう話なんですけど、はい、成功、うん、まあ今日目次がなかったな。ちょっと目次がないんですけど、はい、ちょっとまあいきなりちょっと行こうか。じゃあ、はい、ちょっと2人なんでちょっと段取り悪いですけど、段取り悪いね。そうそう、結構ね、ごめんなさい、ノーカットなんで、はい、ちょっと見苦しかったらちょっと許してね。はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、で、まず1項目目は、はい、どっちが仕事を覚えるの早い。仕事を覚える、うん、まあ職人編、営業編ってあるので、まあ営業編は俺が言ってもいいんだけど、職人で言うとどうかな、はい、うん、まあ覚えるの早いのは、まあ、器用な子ですね、うん、絶対器用な子の方が早いです、うん、うんうん、覚えるの早いんですよね、仕事は。はい、あ、その一瞬一瞬の作業だったりとか、うん、はい、段取りとか覚える早いのはやっぱ器用な子の方が早いです。はい、うん、うん、あ、そうそうですね、現場だと。じゃあ次の質問いこうか。いやそうなっちゃうよね。そうですね。まあ、質問が難しいもん。まあ確かに器用な子の方が仕事を覚えるのは早いけど、はい、じゃあ実際に伸びるってなるとどうですか。伸びるのは、うん、まあ、僕の本当今までの経験で言うと、うんうんうん、器用な子はある程度までめちゃくちゃ早いんですよ。うんうん、絶対天狗になるんですよ。あー、わかる、はい、まあ、僕もそうだったんで、うんうん、めちゃくちゃ、ね、器用ってことだ、はい、まあ、僕は器用ですね。まあ割と器用な方で、うん、でも一回壁にはぶち当たるんですよ、うんうん、そこが抜けるまでが長いです。あー、そういうことね。そうです、うん、器用に覚えてっちゃうもんで、余裕で覚えてっちゃうもんで、そうです、浅く広く行きつつもみたいな、うんうん、でも逆に不器用な子はもう最初がすっごい遅いんですよ。怒られて失敗して、失敗して怒られて、失敗して怒られてで、うん、ちょっとずつ階段登ってって、うん、でも絶対に一定のスピードで上がってきます。あー、なるほどね。そうです。あー、でもそれってすごい、まあ俺営業にもそういうことって関係あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、特にさ、その何ちゅうの、営業でもその、まあ、職人でもですけど、そのやっぱ一つのことをなんか器用にできる子って飽き性じゃない。飽き性ですね。 なんか次のことやりたがる。ああ、言うこと聞かんみたいなね。そうですね。ああ、分かる分かる分かる、はい、アレンジしたがる。実際にどっちが伸びるんだろう。まあまあ俺はまあ一つ今日の動画でなんでこういうテーマにしたかというと、はい、やっぱ俺不器用なんでってか、あの先輩上手だ仕事とかで、はい、じゃあ俺は経営者にできない、なれないとか、あ、個人事業主なんかなれない、一人親方になんかなれないとか、はい、いろんなこと思う子おるんじゃないかな。で、はい、これちょっと動画にしてあげたいなと思ったんですけど、はい、実際にじゃあ器用不器用で、そのまあさ、今職長やってるで、まあ、器用なタイプで、ね、はい、やってるんだろうけど、不器用だったらなれるんか。なれない。不器用だった方がなれるんじゃないですか、うん、時間はかかると思いますけど、うん、例えば3年で職長になりました、うん、でも10年で職長になりました、うん、不器用な子が10年かかったとしても、うん、なんていうんですかね、やっぱり失敗してきた数と、うん、そこまで失敗しても耐え抜く力もあるじゃないですか。うん、分かる分かる分かる。でもトントン拍子でいったやつって、うん、足元すくわれたら結構立ち直るの違う、うん、僕かかるんで。そうそうそう。ああ、そう、そう。いや、俺もでもなんか何十人も人、何百人だよね、はい、人使ってきたイメージで言うと、やっぱ器用なことパッパッて覚えて、まあ最初の本当1年ぐらいはいいんだけど、はい、やっぱ飽きてきちゃったり、コツコツ一つのことができない。はい、なんか俺そういうイメージがあるの。だって童話もそうですよね、ウサギとカメとかも。ああ、なるほどね。そうですね、カメはゆっくりだけど絶対ゴールに行く、うんうん、ウサギは余裕かましちゃう、うん、ああ、あるかな、はい、それもちょっとあるのかなと思います、うん、これこうやって今回見てくれてる人でもなんか、ああ、そういうのあるなってまあ思うとは思うんですけど、はい、なんちゅうかな、じゃあまあその不器用なやつでさ、まあ、メリット、はい、デメリットってあるじゃん、はい、でそのまあメリット、まあ、デメリットはまあ自分でも分かってると思うんだけど、はい、デメリットで言ったらどういうところがあるのかな。俺今カメラ見たら頭切れとったね、完全にこれ。ノーカットの俺申し訳ありません。不器用な子のメリットですか、うん、デメリット、不器用な、うん、不器用な子のメリット、うん、まあ、それはもうほんとコツコツやっていくこともメリットですし、で失敗するってことは、うん、結構まあその時のリーダーでも変わると思うんですけど、うん、まあ、失敗できる環境に
いるわけじゃないですか、うんうん、でその失敗する経験値なんで、うん、武器をなんかこの方が多分経験値は多いと思いますね。ああそういうことね。そうです。あなんか俺今経験値でふっと思ったのはその、はい、不器用な子の方が人の気持ちが分かるって、まあ、そういう言い方器用な人に失礼だけど、その器用な子は教えるのがちょっと下手くそかもしれないですね。あこんなん分かるやろみたいな、いろんな失敗してきた子の方が、うん、あの教える方がうまいですね。あなるほどね。お前このやり方できないとこういう風にやってみーとか。あなるほどね。そうなんです。だって僕そうなんです、そうなんです、ね、そうなんですそうちにあの青木くんって子がいるんですよ。あ、はいはい、あの若いんですけど、うん、その子ちょっと、うん、器用ではないですね。不器用っていうことではないんですけど、もっそーっとしてもね、うん、でももうコツ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 やっていっても、うん、材料は何回もぶちまけで怒られる、うん、それはちょっと怒らないね。そうそうそう、うん、もう本当不器用ですね。養生やってもちょっと遅い、うん、でもそれでどうやって工夫していくかを考えるんで、やっぱ彼も、うん、ああそういうことか。そうそう、なんで僕がアドバイスしてもやっぱそのまま素直に聞いてくれるんで、うん、あのいやこれが正しいんだってやってってからアドリブ入れてくるじゃないですか、うん、だから結局は早くなるんですよね。あでもそうかもしれないね、はい、あいつ結構そうだよね、正直で真面目だよね。真面目です。やっぱまあ自分が不器用っていう認識あるかどうかわからんけど、やっぱ覚えなきゃ一生懸命ついていかなきゃっていう思いがあるので、中途半端に器用なやつで言うこと聞かないですか、プライドが高いんですよね、あれ器用なやつは。そうです。ああそれ分かるわ。だからそのできないこともなんかそれが見せたくないし、器用な、うんうん、器用にやっちゃう、うんうん、でも不器用な子は何ですか、本当にできないのは自分で分かってるしプライドないじゃないですか、うん、大体、うん、なので教えてくださいっていけますよね、素直に。だったらこっちもは可愛いな、ちょっと教えたらわ、なんでもって。ああなるほど、あ分かるわ。そうです、うん、でもそうかもしれないね、はい、でなんか器用なやつってなんかこうやって教えても、いやいやこういうやり方の方がさ、そうです、そうです、あの守れないっていうかね、はい、あ俺はこの間あの不器用なのに危険やつ、はい、おったけどね、不器用不器用なのに人の話聞けないっていうのもおるけどまあ中にはだまあ、これ聞いてて、ね、まあ、器用な人は不快に思うかもしれないけど、別にそうじゃなくてね、はい、まあ、器用でも不器用でもそういう人が多いっていう話だもんね、あれですけど、そのなんちゅうかな、やっぱ今日はこの俺らの、ね、テーマはやっぱ不器用な子でも一生懸命やって、そうです、ね、この職人の世界で特に手に技術持って人に好かれて、あの 人をなんか束ねれんと、はい、もう本当になんか本当に人じゃん。そうです、ね、職人の世界って。そうです。ただ一生懸命やってる人なんで、そう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 、やっぱりもうやるからにはいろんな人を使って一緒に、うんうん、そうだよね、やってった方が、まあ、ダメになるのかなと思います。で営業でもそうでしょ。職人って特にさ、やっぱプライドすごい強いもんね。そうですね。変な物言い方する営業の言うこととか聞かんでしょ。聞かないですね。あ、こいつのためだったらやったろうかなとか。そうですね。それって大きいじゃん。職人の世界って本当にそれってあると思うんだけど。そうですね。できるじゃんとか。うん、そうそうそう、はい。そうなるとやっぱ。コツコツ一生懸命やる子の方がなんか後で、そうですね、伸び取る、強い花が咲くみたいな感じです、ね、そうだよね、営業でもそうだよね、はい、あいつのだったら花の糸の言うことだったら聞こうかなとか言うと思う、なんか不器用タイプじゃないじゃん。あ、そうですね、まあ、あの人もね、はい、そう見るもんね、あれだけどまあそれあんま言えんかもしれないけど、ね、そうですね、まあ、そのパッパッと手とパッパッて器用じゃないよね、はい、だけどコツ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 やってるもんね、やっぱ、うん、まあ、あこの人の言ってることだったら分かるとか、ね、共感できるとか、はい、共感だもんね結局、うん、だから、うん、何器用だと、うん、まあ、それも才能ですよね、一つの。あ、器用も才能だね、才能ですよね、でも、うん、不器用は努力じゃないですか。ああ、そうかもしれない、本当そうですよね、まあ、不器用で努力しないやつもいるよね、まあたまに言いますけど、ね、そうそうそう、はい、逆に努力さえすれば器用に勝てるっていう、うん、そうそう、本当にそう、はい、俺もどっちかっていうとそうだったの、まあこれよく他の動画でも喋ってるけど、はい、まあ、別に俺はそのまあね、あの最近母ちゃんも見てくれてるんで、今日いきなり言われたんでね、はい、一番に超えたねって感じ見とんだこいつと思うもんね、まあ、ちょっと恥ずかしいけど、そう、恥ずかしいじゃん、あんま余計なこと言えんけど、はい、まあ、そのまあいい親だよ、すごいいい親に育ったけど、まあ、別にお金持ちで生まれたわけでもないし、大学行っとるわけでもない、高校もスラム行ってない、悪いことばっかりやって勉強もしてない、はい、そういうハンディキャップがあるからこそやっぱ人一倍働いてるじゃん、まあ、そうでしょ、多分労働職、まあ、まあ職人もね今みんな働いてくれるけど、まあ、そういうのがあって、なんか俺もあのセミナー動画でいろいろ喋ってるけど、みんなどうせ金持ちだったんでしょとか、どうせとか、いやあなただったでしょとか、そんなことないもんね、イメージがでもやっぱありますよね、やっぱりそうそうそう、お金持ちの人を見ると、うんうん、やっぱそういう風にとんだ拍子、俺もそうだった、俺もそうだった、そうですよね、その時はね、はい、で結局振り返ってじゃあなんかスパーンってなんかどっかで行ったって言ったらちゃうもんな、あ
でもそうじゃない、俺らの YouTube でもそうじゃない。そうですね、 YouTube に出とるからすごい評価を受けたりね、いろんなすごいね、はい、あそこはとか、はい、周りの会社から言われるんだよね、はい、YouTube から言われるっていうのはあんまりよくわからないけど、その周りの会社からも言われるでしょ。言われますね、いろんな人からね、周りから YouTube 見ましたとか。だけど結局俺らもここまで1万超えた1000超えたっていうそのタイミングでもやっぱコツコツ努力してきてるよね。そうですね、本当に全然いいねも最初来なくて、コメントも来なくて、うん、ただ荒れるだけ。荒れとったよね。僕はもうへこみやすいもんで、ね、もうへこんだよね。そうそう、で社長がいつもなんでそんなへこんどんだって、どんどんアンチなんで湧くわ。そうだね。そうです。でそれで頑張ってなんとか頑張って。あ、そうだね。そういう意味でいややっぱ経営者もそうかもしれない。いろんなことをやっぱ人に評価されるし、はい、何でもいいやね。会社やるって言ったタイミングもバカにされたすごい、はい。お前がやれるわけねえやんって。でみんなでそこで潰れてちゃうんだよね。そうですね、 YouTube も本当に似たこと、ね、本当に同じかもしれん、はい、うん、だからその、ね、個人事業主になるって言ったらもう本当にすごい抵抗勢力になってくるから、俺不器用なやつこそやってほしいもんな、はい、人の気持ちが分かるような子たちが、またそういう人の方が人がついてきやすいですよね。ついてくるじゃん、はい、人間性に惹かれて、うん、そうそうそう、はい、俺はそういう子になってほしいなと思うけど、どうですか。本当僕も思います。それはそうだね。あ、俺時間計ってないな、はい、時間計ってないな、時間でどれくらい喋った。もう1ページ目で終わっちゃった。ちょっと途中で思ったのは、これちょっと流れがちょっと難しいなと思って。はい、編集入らない。まあちょっと今日、うん、多分編集入らないんであれですけど、まあ特別編みたいな感じになったんですけど、はい、まあちょっとまとめようか、じゃあ。はい、まとめとしては、なんだろう。まあどっちも、器用が悪いわけじゃないですし、うんうん、不器用が悪いわけじゃないですけど、うん、不器用だからって言って、まあ、別に悲観的になる必要もないですし、うんうん、まあやり方だけコツコツ、うん、はい、やっていければ、全然器用に勝てますし、うんうん、いいと思います。最後だったのですね。そうそうそう。難しいでしょ。これ本当に難しいでしょ。まとめって難しいですね。まとめも本当にね、これ皆さんちょっとこの動画見たらなんだこの動画って思うかもしれないけど。グダグダか。グダ。俺がやったらちゃんとテイク3とかもぐらいまで失敗し、ああこれがわーとか思いながら撮り直しようかな、はい。もうちょっと勉強になると思いますけど、今回ね、寺西君参加してくれて、はい、まあ、職人の話、ね、職人だけじゃなくね、はい、これからっていう。で、まあ俺らも次のね、一番から高いステップ持って、まあ、動き始めとるんで、まあ、YouTube だけは話したらこいつらダメどんどん勝手になっちゃうけど、はい、まあ、仕事も ね高い目標を持って人を育てるっていう、はい、観点がね、もっと仕事を早くやるっていう目標なんかないよね。別にないです。そうも今でも十分きちっといい仕事してるから、はい、よりいい仕事は求めようって、はい、より早くは別に求めてない、ね、そうですね、うん、ただいい仕事をその予算内でやれるようにはしようっていうことは動いてるし、はい、であとはリーダーとして今のね、現場の一線の現場のリーダーをグループリーダーに育てていこうっていう動きがしようよね。はい、そうするとやっぱ寺西君も俺も次のステップいけないじゃん。で俺がこの YouTube やれたっていうのはやっぱその人を育てたっていうのがやっぱ一番大きいから、はい、うん、だから、まあ、みんなもね、個人事業主の人とかもまあ自分が儲かるためにやるんならまあやらんほうがいいし、まあ最初はそれでいいんだけど、でも自分のことを一番最初の目にしてきたやつなんて本当大切にしようがいいしね。そうですね、うん、それは今の俺だったらみんな応援するじゃん。します。応援するっていうか、まあ、それなりの会社だもんで、ね、入らせてくださいじゃん究極に。そうですね、まあ、まあそれ腹立つかもしれんけど、はい、でそれはね、個人事業主で一人の人に俺はあなたのことが好きでって言ってついていく人はやっぱ大切にしや、もう会社なんか伸びると思うけどな。ショーなんか本当創業メンバーだしね。そうですよね、うん、本当に初期の。そうだよね、はい、うん、ちょっとグズグズかな。いやそんなことないです。ためになったかな。ためになったと思います。なったと思います。はい、まあ、ここも全部入っちゃうんだけどさ。じゃあ行きましょうか。はい、せーの、また見てね。難しいな。あ、それも入っちゃうわ。やばい、練習だよ。